飽きたな。皆さん毎度亀次郎です。ご視聴ありがとうございます。ここのところ動画の投稿が少なくなっており申し訳ございません。仕事が忙しいのはいつものことですが、その他に家庭事情、特にね、介護などによりなかなか時間を作れない状態です。とはいえ亀は生き物ですので、メンテナンスはしっかりやりたいと思います。今回はミシニ水槽のレイアウトチェンジをいたしますのでご覧ください。それでは始めましょう。約1年間ほとんど変わっておらん、正直見飽きた。今回は気分転換も兼ねてオールリセットいたします。さあレイアウトチェンジだ。こちらが今回のプラン、一部ちょっと変更しましたけどね。で、今回のポイントは水中ポンプを右奥に完全に隠す。こちらがポイントになります。今回準備したもの、タートルバンク、アクアキャンパース、溶岩ブロックシェルター。まずは現行のレイアウトからいってみましょう。はい、こんな感じですね。で、現在は、まあ、どちらかっていうと、左側にシェルターがあるんで、そちらに存在感がある感じですかね。はい、まるちゃん、これからあなたの住みかを変更していくよ。よろしいかな？はい、いつものごとく元気ですね、君。それでは、すべてを取り出し、掃除してからレイアウトをしていきます。水槽レイアウト開始。まずは床材。はい、相変わらずの邪道レイアウト、人工芝を床材に使っております。でね、前の方にはシェルターとかがないので、まあちょっとするとめくれるかもしれないんで、前面だけね、文房具の下敷きをね、人工芝の裏面に貼り付けてあります。はい、次はスレートプレート。これはダイソーさんの商品ですね。最近この大きさは売ってないんだけれど、まああるのかはわかんないけどね。まあこれは重宝しております。まあ据え付けにどうしてもね、この字型の溶岩ブロックを使うんで、ある程度圧力を分散させるために、まあ入れているような感じかな。ちょうどこれがね、少し短いサイズと、30センチのがあったんで、ちょうどうちうちでね、これぴったりになるんでね、3枚でね。はい、それで両サイド。で、以前はね、全面貼ってたんだけど、やっぱりね、床面にちょっと緑が欲しいんだよね。それで、全面は両サイドの2枚だけ。真ん中に緑が見えるようにしてあります。はい、こんな感じね。どうでしょう。まあ、私独自のやつなんで理解していただけないことがほとんどだと思いますが、私は好きでやってるんです。はい、それではいろいろ置いてみます。はい、まずはポンプね。で、今回は右角のコーナーに置いて、水中ポンプが見えないようにしたいと思います。まあ以前からね、隠したりいろいろやってるんだけれど、まあ今回は斜め置きにしてコーナーブロックで隠したいと思います。それでいくらかね、寄せて立ち上げたいので、45度のつなぎのね、まあエルボーというか、ジョイント材を使います。はい、それでは溶岩ブロックのこの、これコーキングでつけてるだけなんですけど、
あの表面がね、相当これはザラザラしてる材料なんで、えらい食いつきがいいです。もうね、全然外れない。結構使ってるけどね。で、通常のブロックと違って、溶岩ブロックのようなやつは、あの表面がね、ザラザラしてこないんですよ。ザラザラ、あの、触った感じはザラザラしてんだけど、あの、砂みたいなのがね、こう、だんだん劣化して落ちてくんだよね。普通のレンガとかね。これは大丈夫です。さあ、あとはタートルバンクですね。これね。これね、もともと磁石が内蔵されてるんだけど、そこんとこが割れちゃって、水が入るようになっちゃって、全然あの、浮かなくなっちゃったのね。で、ほっぽっといたんだけど、今回、陸地として再利用させていただきました。はい、アクアキャンバス。これもね、3つ持ってんだけど、1個、人工水草が飛びまくっちゃったんで、もう蒸しっちゃってたのね。蒸しっちゃったらかっこ悪くて使ってなかったんだけど、今回はね、コーキングをなびって、色塗りました。ちょうどコーナー隠しにちょうどいいんだよね。はい、こんな感じでございます。で、このね、上の、タートルバンクは、ある程度もろみがあるんだけど、もし動くような状態だったら中に、モルタル入れちゃおうかなと思ってますけど、一応今のところはこのまま。はい。ちょっと、方向を考えてますけど。はい、右側は完成いたしました。まあ、シェルターが L 字になって、真ん中空いてるところを隠しながら、中にはスイッチポンプがある感じね。さあ、左側行ってみましょう。はい。これはね、20センチ、20センチの大きな、まあ、2つ繋げてるようなやつね。で、その上に、まあ、いろいろくっつけた以前に、として使用したものをつけたんだけど、これね、結局後でやっぱり一番上にしました。まあ右とのバランスとね、あと陸地に亀が登りづらいっていうのもあったんで、後々結局これは上に上げました。はい、こんな感じね。なんかどっかの廃墟みたいだよね。で、アクアキャンパス手前に持っていこうと思ったらちょっと隙間が足りなかったんで、ここにした。で、あとはね、薄い平板のやつね。これをね、どうこうかって悩んでるんだけれど、結局、うまく収まらなかったんだよね。で、しょうがないから、はじ、いけー、ほいっと。もうね、もう90度の形だから、ここに置くしかねえだろと。はい。こんな感じですね。で、あと、ちょうどね、そこのところが余ったんで、人工水草をぶっ込んで、ちょっと石で押さえてる感じ。まあ、また平地に荒らされるとは思うけどね。で、ちょっと白いなんか模様が入ってる、気に入ってる石を3つほど。真ん中に、ポン。この石気に入ってんでね、畑でおじちゃんおばちゃんに断っていただいてきました。よく畑の隅って石溜まってんだよね。畑の中にあった石を除外するためにね、のけてるんで、まあ畑の人にとってはいらないもの。私にとってはいるもの。みたいな感じですね。まあ仲良くなってね、大根もらっちゃったりもしたんだけどね。はい。で、この辺は、ちょっと薄い石と小さめの人工水草を使ってアクセントをつけていきたいと思います。こんな感じね。あとやっぱりね、グレーと緑だけだと寂しいから、ちょっとオレンジとか黄色とかね、ピンク色のちょっと赤系が入ってるようなもの、そんなものもまあ置いていきたいと思います。まあまだね、今緑の段階ですけれどね、まあどこに置こうかって悩んでるところですけど、やっぱね、緑が好きなんだよね俺はね。でなんだかんだこう緑のやつで、以前はね、やっぱりちゃんと
本来人工じゃないのも試したんだけどね。まあ金魚とか亀ではね、無理よ。もう食べちゃうし、金魚も食べちゃってたしね。亀もね、もうひっくり返しちゃってなんだりするから、もうね、人工水草で行くしかないです。でも本来はあまり入れない方がいいのかもしれないけどね。まあうちは捕食してるような形もないし、噛みちぎられてるような跡もあまりないんで、ただね、爪で引っかくからね、鼻先っちょが飛んじゃったりするのもあるんでね、それはね、見つけ次第です。はい、とりあえず設置完了。左側ちょっと違うけどね。まあこんな感じです。今回は右も左もバランス的にこう重量的なね、こう重い感じがあると思いますが、うん、ポンプ隠れて気持ちいいね。ポンプとかヒーター見えてるのがね、自分の水槽では嫌なんだよね。で、ちなみに水中ポンプはその奥でしょ。ヒーターはろ過装置の中ぶっこんじゃってますからね。はい、このぐらいが私的には気持ちいいレイアウトになります。はい、水入れです。で、これは汚水タンクから供給で、ちょっとここのね、前寒くて水温調整があって必要だったので、今日は暖かかったんでちょうど良かったんで一気にやってみました。はい、先ほど言ってた最終的にはこんなようになっちゃったね。まあこれだったら登りやすいしね。ただあんまり変わってねえな、飽きたからと言いながら変わってないという、まあ自分的にはこのコーナー、右コーナーがうまくいったんで、まあ満足はしてるんですけどね。まあ、こんな感じのレイアウトです。でよくね、ミシンでね、陸地いるのって今よくコメントではもらうんですけれど、この2匹は陸地に確実に登ります。調子のいい時は、まあ、調子いいんだかよくわかんないけど、上で寝てることもあります。はい、もうね、水替えして、もう位置確認とかいろいろね、ちょこまかちょこまかするんですよ。最初の時はレイアウトが変わってるからね。はい、ぶら下がって何してるんでしょうかね、マルちゃんは。おっとっとっと、水中でこけるか、お前は。本当に面白い子だよ。はい、ちょっとね、置いて水も落ち着いてきて、少し濁ったけど透明になりましたね。これだいたい30分後ぐらいです。たまにね、急な温度変化だとか、なんかちょっとおかしいと、ろ過装置内の微生物が死んじゃって、まあバクテリアね、白濁りが出るときは失敗で、今回はうまくいってるから透明のままでしたね。まあこうやってうまくいった。これがね、冬になると水の水温調整してからぶち込まないといけないんで、ちょっと大変なんでね。今日はね、ちょうど薄いタンクの温度と水槽の温度がほとんど一緒だったんで、一気にできたんで、まあ超楽ちんでした。まあね、これから冬になると温度調整必要になるから、まあ大変だけど頑張っていきまーす。はい、それでは2匹のミシニをもう少しご覧ください。
今回はこの辺でお開きとさせていただきます。亀次郎チャンネルをご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。活動の励みになりますので、最近へこんでるから本当に活動の励みになります。はい、今後の作業予定ね、1番亀池シェルターの設置、2番亀池屋根を交換、3番草亀のミックの治療、ちょっとね甲羅にね病気になっちゃったね。で4番高圧洗浄機のお試しです。このところ投稿はね不定期になるかと思いますが、しっかりやっていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。それじゃまたー。